はい、どうも、ジョムジ TV です。という、今回もイニングレム2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、久々のトレードになるんですけれども、まあ、今週ね、FP、要はナポリのパートナークラブでクリバリ来たんですけど、まあ、おもちゃ TV は当たらなかったんですよね。残念ながらね、まあ、本枠なんですけどね。はい、本枠の方では当たらなくて、で、本枠の方は一応クリバリの席開けといたというか、はい、クリバリの FP が来るよと言った時点で、あ、じゃあクリバリトレードをして取るっていうよりかは、その FP のクリバリをどうせゲットするわけだから、そういうことよ。本枠で迎え入れて、あのクリバリにいいのを育てようと思ったら、まさかの来ないと。入団がうちのクラブではできませんと、拒絶されたんで、そんなの普通のやつ取りに行かないとあかんなと。で、今週がやっぱり、俺らが結構好きな、あの、ファンダイク、ダイク師匠がね、C なんですよ。そうなんだよね。いや、この大工師匠が C だと、大工師匠は不調だってことありますから、そうするとちょっと使えないと。で、一応ね、控えでボアテング師匠もいるんですけど、まあでも、二人ね、これ最悪、最悪二人とも、ペシャンコになる可能性があると。ペシャンコになると。だから、どうしても今週 A のやつを入れとけば、もうぶっちゃけ、要は枠も空くし、そういうこと、十分だと。そういうこと。とりあえずね、クリバリをゲットするっていうのは決まったんですけど、はい、クリバリは1レベル出るから、まあ、ガチャを回さなきゃいけないということで、今回ガチャを回していきますし、クリバリ、あとはサイドバックのアスピリクエタもちょっとトレードで、どうせだったらアランもちょっ と、トレーナー入れて、そうだね、強くしたいっていうのがあるん で、フィニッシャーはね、これね、ディフェンダーのやつは ね、そうだね、厳しいんで、でもさ、クリバリもしかしたら育成するときに来ちゃうかもしれない、ね、そう、だから先にアスピリとかも、そう、先にディフェンダーを20回回そうか、20回回さないだろう、アラン、あ、でも、そうか、ディフェンダー10、そうだ、20回、うん、まあそうだな、20回回せば、まあ育成にもなるし、もしかしたらここにクリバリ、そう、アランとかだってもうあれだもんね、下の方の、だから、ちょっとトップエージェントね、引いて、ゴリゴリにやってきてね、あ、クリバリファンダイクがいっちゃってね、ファンダイク、ああ、惜しかった、あ、ロバートさんも惜しかった、そうだね、はい、はい、うん、強い、結構悪くないんだよね、全然、強い、チッチ、はい、いや、まあまあこれ出なかったらクリバリってあのもうあれトレードするから、そうだね、まあどの位置でも、まあ、トレードしようかなと思ってんだけどね、もうトレードはするんですけど、クリバリがやっぱ今週ちょっとあの FP でも欲しかったけど、まあでもゲットできなかったら普通のでゲットするしかないんで、アウェイやん、まあファンダイクとボアテングで2体使ってても別にいいんですけど、いや最悪ね、斜めになるから、そう、最悪両方斜めになるっていうのは、まちょっとね、PSO は環境厳しいんで、あんなん絶対斜めになって、斜めになったら、じゃんもう本当に FP の攻撃力耐えられないんで、無理無理、はい、銀多いぞ、はい、いやもうね、本当にですね、できればね、だから今週やばいんだよね、FP ルーベンディアスと FP クリバリがさ、共に B か A でしょ、あれ、はいはい、だからさ、持ってる人最強だよね、2枚のセンターバック、まあね、抑えられるよね、結構1点差ゲームになること多いしさ、はい、でこっちはね、ちょっとよく分からない、調子がどうなるか分からない、選手、まあ、ファンダイクとボアテング、いや、置いとかないとね、俺も FP のセンターバック欲しいよ、そろそろ、いない、いるにはいるでしょ、いるけど、まあその使えないというか、その、まあ、今週の調子が悪かったりとかするっていう感じで、ちょっと作業みたいになってるよ、ちょっとせめてさ、しょうがない、しょうがない、いい、まあ、待って、トレードする匂いがすごいんじゃない、あ、これでトレードするよ、これトレードするって監視してるから、イタリアのピッツァとか来いよ、イタリアン、イタリー、あるでしょ、そういうの、あの、あ、イングランド社ね、イングランド多いな、時間帯に分かれてるの、うん、キン、はい、あー、え、アスピリくらい来てくれると最高なんだけど、そう、アスピリアラバ欲しいっすね、あ、アラバ無所属です、アスピリアラバこの辺欲しいんすよ、はい、やっぱり俺頼むよ、はいはいはい、いや、おいシャルケ、ドラゴビッチ、こういうさ、でもセンターバックが54レベルに行くんだよ、結構強いからね、うん、これね、強い強い強い、アプリだと本当に優秀かもしれない、うん、結構強かったらいいんだろう、ただね、銀マックスにしても勝てないと思うね、 HP のあれに太刀打ちできないよね、多分ね、あー、まあどうなんだろう、どういうゲーム性になるかによる、おー、ウサギじゃない、ブルガリアみたいな、あ、マティー、マティー、マチュー、マチューみたいなので名前の時変わってるね、マティーみたいな、そこら辺コロコロ変わりますから、そう、監督とかもちょっと20年で1人は来てよ、マジでどうなってんの、さらっとしてるね、アスピリだけでもいいんだけどな、ピンポイントで来てくれるや、あっ、よしよしよ、また同じ、うい、これ日本人みたいな顔してやん、ちょっと、アスピリはでもチェルシーだからイングランドなんで、あ、はいはいはい、はい、だからアスピリって言われる、まあそうだね、
まあだからアスピリクエタとか30レベルでゲットしておきたいね。どっちかっていうと育てるのめんどくせえ。フランス、フランスってチアゴシルバが思い浮かぶ俺は。はい、グリック、もうピンのグリック俺いるよ。足遅いんだよな。そう、もうこれね、今作ね、多分ね、縦に走られたらもう足速くないと無理で、ルーベンディアスついてくるんだよね、普通に。やっぱり速いから。マドラスとかも速いじゃん。やっぱり足速い選手はね。ああ、いや、懐かしい。スペイン、スペインっていうのはラモス、ピケ、まあ、その辺久しぶり見たな、スペイン。全然来ねえな、デマルコス。はい俺じゃトレードした瞬間に次のガチャで来るとかねえよな。いやー、ヤッホヤッホ、カリドです。つかさ、入団拒否られたからな、うちカリドに。あー違うってだから、お前言う、学べ。あ、ルーベンディアスだ。え、銀なのルーベンディアスって66までいくよ。でも普通のルーベンディアス使ったらかも。え、ちょ、強ない強い。え、もう普通のルーベンディアスいいんじゃない。いや、ダメだろ。え、これを育てていけば十分強いんじゃない。いや、強いけれども、いや、普通のルーベンディアス強いな。強いな。なんなん？これ強えよ。またさ、もしかしたらルーベンディアスまた来るかもしれないじゃん。おっとでしょ。うん。2回も来たのにさ、2回とも来ねえんだもん。来週はでもアーセナルだっけ、リバプールやってるし。多分あれ、上から順に来てんのかな。アースピリ。アスピリ。ピリピリ。アスピリチャレンジ。ピリピリ。おーい！来た、アスピリ。え、マジピンポイントドゥーン !28。はいー来たぜ。いや、え、マジで来た、クエタ。クエタ。アスピリのクエタ B。いや、この選手が、まあ、またそのサイドバック、センターバックできて、いやー、いいね。サイドバックができるセンターバックってとこ最高だし、ボール持てるんですよね。そう、でね、47まで行くじゃん。うん、でしかも見て、デュエンセンスボラシめっちゃ高くて、かつスピシュン84、80ある。で、ボディコン82で、ドリブルボールコントロールも全然これ多分上げていくと、うん、ボールコントロールとか80乗ると思うんだよね。え、これ何レベルなんですか47。あー、適度適度。48もあともうちょっとだったね。しかも見て、この時代で見て、来週代表ウィークだから。だから。大事大事大事。しかも見て、このワンタッチパス。今週も好調？いいです。お、最高！だからまあ今週にね、アレックステルスって FP 使ってるんで、どうしようかなぁ。まあ、代表ウィークになったら、っていうことだよね。そうだね。ライブアップデが、ほぼほとんどの選手 C になるから。8大事だよ、8は。そういう時になんか、南米とかなんか、やってるところもある、あるからね、若干。この間、イビオリベルトがさ、元気よく P だった。だったよね。はい。ダシルバ。いや、いいね。できれば左サイドバックアスピリケーターに全部突っ込みたいんだけど。まあでも、ここら辺止めとく。そうだね。狩りで行っちゃう。カリではもう、トレードでいいでしょ。一体来たんだよ、もう、お前。あ、あ、これ取り上げたよ。あれ、最後に願いを届けーい。ええー、はい。意外とだよ。左5で来たよ。意外と来ちゃったよ、これは。キエさん。キエだね、これ。キエ。あ、来た、来たね、これ。キエどっから死んだよ。ノブです。びっくりするよ。2枚抜きフェルメーネ、フェルメーネ。え、キエリの3体目なんだけど。トレードなすの。あの闇深い瞳を持った男に絶対人には懐かないぞっていう。さあ、ということでね、もうちょっともう取れちゃいます。はい、ということでケインがもう3体いるんで、ケインと放出してね。ケインはね、まあそうだね、ちょっとだから FP ケインに行きたいみたいな感じとかある。さあ、ということでゲットする選手はですね、もう決まってます。はい、カーリーですね。あ、来ました、ボール選手ですね。はい、十分強いでしょ。十分強い、普通に強いから。オッケー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 。俺はこっちを育てようよ。そうなんだよ。来た、召喚コンボを持ってドゥーみたいな。くんの、よいしょ。いやー、 FP 来ちゃった。 FP 会いたかった。FP で会いたかったなー。うーん、 FP で来いよー。あの微笑みが見たかったよー。ちょっとね、今ゲットした選手入れてこうよ。うん、ゴー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 。30は超えたな。爆発じゃね。爆発しろ、クリバリ爆発見せてくれ。覚醒、あー、8000バリデュー。10万欲しかった感じするけど、あー、どう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 。33？ うん、あー、33か、これ順当に。どうなの33か。どうなのどうなの。5までいけ。あ、どうなのどうなの。あ、勢い爆発してこれ。いや、してないかな。さあ8。はい、いやー、はい、ちょっと待って。
ああ38で、でもまあフィジコンも96だし強いよ。うん、あ強いっすね。普通にスピード86、瞬発81。うん、もうちょっと入れようかな。そうだね、もうちょっと入れるか。41まで行けば結構いいだろう。いや、行く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 。41まで行けばね。爆発性43行くんじゃないか、これ。あー、無理か。早い、近い、近場、近場。あっ、やっぱルーベンディアス入れるべきか。42だね。うん、あと何レベルだ。あと6でマックスって感じだね。あー、まあでもちょうどいいんじゃない、これぐらいで。そうだね、うん、全然強いと思うね。もうすでに42レベルで十分だと思うんで、まあ、スピードも87乗ってきてるし、うん、でフィジカルコンタクトはね、やっぱ97、うん、しっかりあって、やっぱデュエルセンスボール出したともに91あるんでね、まあ、これは本当に良かったかな。よし、といった感じで最後ね、バルブエナスカットに入れて終わりましょう。アランとか育てられなかったな。あー、まあ、アラン、まあでもね、結構35レベルなんで。もう、あー、そうなんだ。あー、チームスピリット低いな。ちょっと比較してみる、ボアテングとか。こんな感じですね。左がクリバリ、右がボアテングですね。やっぱスピードは勝ってるんだな。スピードすごいね、やっぱり。ディフェンスエース、ボール出しはちょい負けてるけど、スピード瞬発で勝ってて、体勝ってるんだな。そう。やっぱり、うん。そこの部分がやっぱり。そう思うと、ボアテング強いの。でもまあ、ボアテング、ジャンプも負けてるね。うん。うん、そうだね。でも、マイメロスイッチ、ボアテング高いんだろうな。そうそうそう。持ってるものはこんな感じです、ね。はい。ボアテングはやっぱ身長が192っていう。うん、まあここ入れとくのはありかもしれないですね。やっぱ1枚入れといて絶好調になる時もあるんで、絶好調あったらボアテングを入れるみたいな感じでもいいのかなみたいな感じでね、うん、まあ、今週はねこんな感じのスカットでやっていきたいと思ってるんでね。はい、まあまたね、どうだろうな。そこなキーパーがねちょっと怖いんですけどね。 C のキーパー2体いるんで、アリソン並べようか迷ってたんですけど。アリソンなんで。アリソンね、ちょっとねキャッチングがなんか低いんだよね。え、一回も使ったことないだけでしょ。使ったことない。ちなみに信じろよ、このアリソン。アリソン信じろよ。これね、機械だったらアリソンでいいだろ。どう思う？機械入れんだったら。だデイヤと比べた時にすごいんだよね、差が。あー、まあレベルをまだ32レベルっていうのもあるけど、アリソン上げて、いけばあるだろう。どう、ある？キャッチングがね、88なんだよ。だから上げても92、3とか、うん、なんで、まあ育てようかな、じゃあアリソン。そうだね、うん、ってな感じでやっていきたいと思うんで、まあ、これで、ね、とりあえずボアテン来たんで、はい、来週こそはいい FP、 あのセンターバックの、それこそ、まあ、アラード来てるけどね。そう、アラード来てるんですけど、やっぱセンターバックとかのね、はい、FP ゲットできたらいいかなというふうに思います。どうでしょう、さらっぽー。